星野聖之助、星野聖之助1月1日から1988年10月8日は、日本の実業家、政治家、衆議院議員、大分県出身、星野田三郎の長男として生まれる。大分県立大分中学校を経て、1925年3月、慶応義塾大学経済学部を卒業した。同年4月、三井鉱山に入社し、 1927年3月、三井合名会社に転じた、三井総元型情報主任となり、司法省刑事局嘱託、内務省刑法局嘱託も務めた。1942年4月の翼山選挙で、翼山政治体制協議会の推薦を受け急、北海道4区から出馬して、当選、衆議院議員を一期務めた。この間、翌3政治会総裁秘書、 小磯内閣で、小林製造国務大臣秘書官、行政査察士随院、締原内閣で、海軍参与官、同、第二福院参与官などを歴任。戦後、公職追放を経て、追放解除後の1952年の第25回総選挙に、旧北海道4区から無所属で立候補したが、落選した。この民津井建設社長、ラジオ大分社長、 大部放送社長、三遊新聞社社長、三井不動産顧問、三友住宅協会理事長、別府国際観光社長、大部放送取締役会長、福沢幸吉宮廷保存会会長などを務めた。ありがとうございます。